ターキッシュアンゴラは、トルコの山岳地帯における自然発生種の猫の一品種。エレガントな外観と繊細なコートを持ち、貧瘍で愛情深い中型の猫。アンゴラは、トルコ共和国の首都アンカラの古い呼び名。オットアイドホワイトのターキッシュアンゴラオットアイのターキッシュアンゴラ紐は繊細で、絹のように光沢があり、非常に柔らかく手触りが良いシングルコート。 アンダーコートはない。頭部は緩やかな曲線の V 字型。目はつり目がちでアーモンド型。目色はブルー、アンバー、グリーンゴールド、グリーン、オットアイがある。耳は付け根が幅広く、両耳の付け根の間隔は狭く、頭部の高い位置に立った耳の先は尖っていて、飾り毛がある。横顔は鼻から目の上までラインと、目の上から頭頂部までのラインからなる。 ボディはバランスの取れた優美で繊細な骨格に無駄のないしなやかな筋肉。首は細長く、ボディも細く長いが、シャムネコやオリエンタルのようなチューブ状ではなく、胴の中央が卵を細長くしたようにオーバル型。胸幅は狭く、前足より後ろ足がやや長く腰高。コートやボディの完成には3年ほど応用する。オスはメスより大きく成長する。 鳴き声の音色は高い、囁くような冷静から感んだかい声まで個体により、様々、マヌル猫から進化した小型の猫が、タタール人により飼いならされたと推測されている。純粋な原種は、フランスの歴史には16世紀まで遡って記載があり、1900年代初期、ペルシャ猫の繁殖プログラムに取り入れられ、トルコ国外で、ターキッシュアンゴラは姿を消した。その後、 長毛の猫が単にアンゴラと呼ばれた時代が長く続く。1950年代にトルコのアンカラ動物園で保存飼育されていたターキッシュアンゴラがアメリカ軍人により渡米。1968年にアメリカの愛病家の血統登録団体 CFA に登録され繁殖が続き現在に至る。過去における日本国内の雑誌等に掲載されている間違った。 説明日本語では、ターキッシュアンゴラについての文献がほとんどなく、過去に出版された雑誌内に次の説明が公開されたものがあるが、原則として、他の猫種をターキッシュアンゴラの繁殖には使わない。最も古くから存在する猫の一種。トルコで発生し、16世紀にヨーロッパへ、1950年代にアメリカへ持ち込まれた。初期のターキッシュアンゴラは、 中家の白い猫であったと伝えられているが、数の減少を受け、ペルシャとの交配が行われた。結果、頭数を安定させることには成功したものの、ターキッシュアンゴラ独特のスリムな体型が損なわれたため、現代ではシャムなどのフォーリンタイプの猫との交配によって、オリエンタルな雰囲気の漂う、本来の体型を取り戻すための活動が行われている。CFA では、 シャムネコやオリエンタルとの交雑を示す毛色や柄の猫は登録できないことで示される通り、自然派生種であることを尊重し、トルコの猫をもとに他の猫種を入れずに繁殖されてきた。シャムネコ、オリエンタルをはじめ他の猫種を祖先に持つ猫は、ターキッシュアンゴラとしては承認されない。ファイフでもポインテッドパターン。カラーではチョコレート、ライラック、シナモン、フォーンは除外されている。 WCF も同様にポインテッドパターン。カラーではチョコレート、ライラック、シナモン、フォーンは除外されている。地下ではすべてのカラーとパターンを認めている。当初はホワイトのみが CFA に登録されていたが、現在は多様なカラーとパターンのターキッシュアンゴラが作出され登録されている。ターキッシュアンゴラとターキッシュ版はどちらもトルコを 発祥地とするが、気質、外観の特徴ともに大きく異なる。これらの猫種を維持してきたブリーダーらの努力による長年の改良の結果、その差分は、著しい進化を遂げた。アメリカでは、ターキッシュアンゴラ、または略称として、ターキッシュ、ターキーと呼ぶ、自由奔放で陽気、気ままで束縛を嫌う、愛情深く、遊び好きで活発、人にすり寄って甘え、肩に乗ることを好む。 非常に繊細な毛質だが、アンダーコートのないシングルコートは、もつれにくく手入れはしやすい。しかし非常に柔らかい毛質なので毛玉ができることも、ある。毎日丁寧にコーミングして、抜け毛を取り除く必要がある。エレガントな外見に反して、運動能力は高く、臨床で高いところに登ることを好む。性病になると落ち着いてくるが、十分に運動できる環境が望ましい。 CFA ターキッシュ、アンゴラブリードプロフィール CFA ブリードアーティクルターキッシュアンゴラ CFA ブリードアーティクルザエレガントターキッシュアンゴラ CFA イコールザキャットファンシーアーズアソシエーションインクキカイコールザインターナショナルキャットアソシエーションインクファイフイコールザフェダーションアンターナショナルフラインありがとうございます